You're listening to Shibuya Cross FM。 夏川ひなたの渋谷トーキングスタート。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2第4金曜日の17時より、ここ渋谷クロス FM から生放送でお送りします。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいりますので、よろしくお願いします。ということで、改めましてご視聴いただいている皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。はい、ということで改めてね、自己紹介の方からさせていただきたいと思います。はい、お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。夏川ひなたです。現在は22歳です。普段は、お芝居をさせてもらいながら、TikTok や TikTok で頑張ってます。よろしくお願いします。好きな、好きな、食べ物は、はい、シンシン。なんだなんだなんだ。あのシンシンって、あの中華料理？いや違うぞ。え？あの焼肉の部位。あ、部位。あ、部位。部位。部位でございます。はい。で、シンシンね。シンシン。好きな言葉は、絶対負けねえ。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。誰と戦ってんの？あ、自分と。あ、自分とね。常に絶対負けねえ。絶対負けねえってことで、はい、よろしくお願いします。はい。ということで、カイ君。はい、よろしくお願いします。藤森海です。はい、僕も同じく演技しながら、まあ、TikTok で頑張っておりますというところですね。はい。好きな食べ物は、はいはい、シャンシャン。シャンシャン、そのパンダやん。パンダやん、あかんで、そんパンダやん、それダメですよ。唐揚げです、よろしくお願いします。そこから唐揚げ食うのやばいっすかね。唐揚げよろしくお願いします。あんま危ないですか、パンダの唐揚げとかは。あんま聞いたことない。唐揚げですか。はい、やっぱりあのお母さんが作る唐揚げとか。ああ、もうそれはもう最強よね。はいはい、唐揚げとかってでもあります？なんか唐揚げ専門店結構いくつかあるじゃないですか。はい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 。行ったりします？あんま、あ、でもね、引っ越す前は行ってたかな。引っ越す前、あーと、今は最近行ってないけど、そう、うん、手作りになっちゃいましたけれども。あー、作るんですか？作るよ、たまに。あら、たまにね、たまに、うんうん、料理男子を。はい、目指しております。一人暮らしですもんね。今一人暮らしです。はいはい、はい、料理男子目指しております。ということでね、ちょっとまあ唐揚げに触れましたけど、はい、番組の最初は僕たちの近況についてはい話していきたいんですけども、はい、どうですか最近は。まあはいはい、今日もねバタバタされてましたけれども、はい、いやいやいや、もうもうそうですね、お忙しいところで。まあどうだろう。でも、それこそ1月に、うん、主演の舞台が、決まってまして、はい、それに向けて、稽古をしているという形なんですけども、うん、はい、どうですか稽古の調子は。稽古の調子、うん、まあまだ2回目まだとかなんですよ。なるほどね。まあ人によっては3回目とかなんですけど、はいはいはい、僕はまだ2回目で、うん、まあ台本を前その1個前の稽古でいただいて、うん、そこで初めて。そうなんだ。そうなんですよ、台本に触れてって感じなんですけど、はいはいはい、はいはいはい、まあでも主演ですから、はいはい、それはもう、いやそうですね、量はもう人一倍でしょ。いや、そうなんですよ、人一倍。そこ、はいはいはい、ちょっとね、覚えるのがちょっと苦手なんですよ、うん、うん、だから文字をね、文字を、うん、だから、セリフか、昔から社会とか、はい、三国語、ん、なんだ、社会とか理科とか、うん、が苦手で、うん、社会とか理科全然違うけど国語じゃないよ、覚える系、あれ、あ、覚える系、まあ、まあ、なるほど、覚える系、そこら辺の、うんうんうん、そう、覚える系の科目が苦手なんで、はいはいはい、まあちょっと苦戦してるんですけど、うん、まあまあちょっと座長というかね、主演、いやそうやんね、なんでまあちょっと初舞台の子もね、はい、いらっしゃったりして、はいはいはい、まあ全然自分もね、もうペーペーのペーペーで、まだもう芝居もかじったことないような人間なんですけど、いやいやいや、まあ、みんなを引っ張っていけたいなとは思ってます。気持ちは、はいはい、気持ちは、その雰囲気的にはどうなん、その稽古のさ、もう結構もうあれ、はい、ピリピリしてる？いや、ピリピリ、和気あいあいと、まあでも結構まあまあ和気あいあいだと思いますけど、はいはいはい、年齢層が結構幅広いんですよ。あ、そうなんや。そう、15歳の子もいらっしゃるし、はいはい、上だと35かな、そうなん、はい、の方もいらっしゃって、結構幅広いので、はい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 、まあまあ、で僕と同い年ぐらいの子は4人ぐらいいらっしゃる。おお、 そんな感じで結構幅広く。いいですね。2チームやったっけ？いや1チームなんです。あ、1チームか。1チームで1月6から8で、
はいはい、に向けてみんなで頑張ってるって感じですね。いいですね。カイ君は最近どうですか？いや僕はまあだから稽古前なんですよ今もうちょっと、ね、そうですね。カイ君ももうちょっとで舞台が、そうそうそう、稽古だからちょうどそれこそ1月10日からやから、はい、あ4日もうバトンタッチぐらい、バトンタッチ俺がやった後にやる、はい、場所はどこでしたっけ？場所はね池袋、池袋、あれ場所は赤坂です。赤坂チャンスシアターっていうところです。はい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 、あのね、いやまあでも緊張するやんね。そうですね。顔合わせ緊張せんかった？いやもう顔合わせガチガチですよ。しかも主演やし、もうなそうなんですよ。もうガチガチだし、うん、ね、結構なんだろうな、結構怖がられるんですよ僕。あ、見た目はね、なんかそう、まあ、ちょっとこうクールですから、そんな、そう、そん全然ね性格はそんなんじゃないですけど、なんかちょっと怖がられがちなので、はいはい、うん、ちょっとあまりそびなんかラフに自分から話しかけようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと緊張してしまい人見知りが出てしまいました。はい、実は実は、はい、でもカイ君、うん、いや俺も人見知りやで、俺やばい、だから怖い。僕も多分今回の作品はね年上の方が多いと思ってる、うん、から、うん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 、まあまあまあうまいこと甘えようかなという。なるほどね、はいはいはい、下がいるとさ、うん、難しいでしょ。まあ今まで上の方多かったんじゃない舞台。うーん、前回だと、まあどっちもいた、どっちもか、なんか、うん、あのどっちもなんかちょこっと上とちょこっと下ぐらいの人たちが、はいはい、同年代のなんか子たちが集まってた舞台だったので、うん、そんなにあれだったんですけど、まあ、今回はちょっと、うん、まあ、気合が違うよね。そうなんですよ、ですから、あのいろんなちょっとね人がいて、現役の忍者とか、何の何、現役の忍者、忍者、忍おる、忍がおるんですよ。忍がおるんですよ。忍者いるの、忍者がいらっしゃったり、はいはいはい、あとすごいな、新体操やってる人だったりとか、はいはい、もういろいろ集めも集まったみたいな感じ。そうなんですよ、だからまあぜひぜひ、すげえ、まあ、タイトル、タイトル聞いといていいですか？恋愛ラビリエンスここでハモるみたいになってますか？打ち合わせでハモろうみたいになってますか？恋愛ラビリンス、ラビリンス、はいはい、ぜひぜひ皆さん劇場にね、はい、足を運んでくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということでね、はい、ここで本日の1曲目をお送りしていきたいと思います。はい、曲は、ジェイドのデビュー曲です。君だけのコリドーです。どうぞ。
お聞きいただいたのはジェイドで君だけのコリドーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは無茶ぶりフリートーク。よこりしょー。はい、本日もフリートークロングバージョンでございます。いつもじゃん、いつもね、今恒例になってますけど。はい、この時間からはゲストの2人に加わっていただきます。はい、ということでまず自己紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、ダンサー&ボーカルグループジェイドで活動しております、福岡出身21歳の原子まみです。よろしくお願いします。あ、お願いします。よいしょ。はい、ビール片手にハッピーをお届けのバンドのボーカルしております、ザ・ビールズの桜さなです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、初めて、まみちゃん初めてですよね、多分。多分ここが被るのが初めてで。あ、そうなのか。ここは何度目かまして。あ、2回目、2回目ぐらいかな。2回目、うんうん、そうなの、よろしくお願いします。お願いします。はい、フリートークとはいえね、いくつかテーマを、もらってますので、それに沿って、番組を進行させていただきます。はーい、はい、わーい。なんかみんな小学校の授業中みたいな感じの乗り方してくれる感じだから。はい、ありがとうございます。はい、トークテーマね、じゃあまず一つ目、はい、独断と偏見で行かせていただきます。はい、なんだろう、うっかり失敗談。うっかりか、うっかり系です。いい、いい、あ、いいですか。はい、はい、いくつかね、多分皆さん人生でね、うっかりしちゃったことあると思うんですけど、死のだるわ。死のだります。いや、俺も結構あるんだよな、うっかりな、うっかり系、うんうん、じゃあ、私、僕行きたいよって人。はい、はい、いただきました。いただきました。私はですね、はい、私最近めちゃくちゃ多くて、うっかり電車を乗り間違える、うっかり電車を乗り過ごすをこの1ヶ月死ぬほどやり続けてる。本当に詰まってるみたいな、この1ヶ月に。もうやばい、詰まってる。なんかね、やっちゃうんですか。やっちゃう、なんかね、ぼーっとしてんのよ。寝てないよ。考え事。そう、なんかさ、うんうんうん、寝てたら、あ、仕方ないかなとか思うじゃないですか、はい、疲れて寝てた、うん、過ぎてるとか、うん、起きてるのに気づいたら、あれ一息過ぎてるとか、もうバリバリあって、とか電車、例えば中央線の快速と総武線とか東西線とかあるゾーンあるじゃないですか。はいはいはい、そう、あるのね。はい、あるんですね。はい、あるんですよ。で、それがなんか直通になってたりして、本当は総武線でここまで行きたかったのに、気がついたらなんか中野で東西線に変わってて、およよみたいな、私の行きたい方向に行ってないみたいな。わかる。そう、あって、うわー、変わっちゃうんだ、やっちゃったみたいになって、乗り換えたら今度は快速乗ってて通り過ぎちゃってみたいな。やばい、それは。やってて、もうね、しょうがないから受け入れて生きてるって感じです。あれですか、考え事とか結構してるとか。してる時もあるけど、ぼーっとしてての時もある。うん、やばいよね、気をつける。はい、はい、気をつけて。ありがとうございます。はい、電車系ね、それで言うと、ちょっと僕いいですか。はい、はい、お願いします。僕も電車系なんですけど、はいはいはい、結構やっぱ、電車って眠たくなるじゃないですか。なる。ボタンごとってずっと同じテンポだから、はい、で、こう、寝ちゃったんですよ、うん、で、パッて目覚めたら、ちょっともう顔が横にあって、顔、隣の人の肩に、はい、おっと、ちょっと再現してみては。伝わる、みんな伝わるかな。いいですか。いい、こっちもいいと思う、多分。いや、違う、それをやっちゃって、うん、ちょっとご年配の、はい、お姉さんだったんですけど、はいはいはい、もうなんかにこやかな笑顔で、いいんだよみたいな。おー、いいんだよみたいな。受け入れ態勢入ってるやん。そう、気づいた時にね、俺もうどうしていいか分かんなくて。そういう時ね、あります？そういう時電車でうっかりこう寝ちゃったみたいな、人の肩で、うん、ない？肩はないけどね。え、何、肩はないけど、どこまで、ね、肩はないけど、ね、膝の上ならあるみたいな。そう、違う違う違う、いやいや、ちょっとやめてくれよみたいな、やめてやみたいな、あー、されそうになってっていうのはある気がする。ちょっとあんま記憶にないけど、ない、されそうになったこともない。されそうになったことはあります。へ、いい匂いしそう。いい匂いしそう。そこ、うん、でもそう、それがあって、うっかり失敗談っていうか、なんかもう、うん、超恥ずかしいみたいな、うん、ね、いいよ、うん、いや、もういいやん、いいよ、どうぞどうぞ。まあまあ、ありましたね。どうぞどうぞ、まだ大丈夫やん、うん、まだ全然、うっかりしても、うっかりされてもね、うん、大丈夫ですよね。恥ずかしかったですね、うん、って感じですね。僕はありますよ、かいくん。僕は乗り物で、じゃあ僕も行っていいですか。乗り物シリーズ。僕自転車なんですけど、うんうん、僕の自転車、なんか自転車ってなんていうのかな、チェーンがあって、それを守るカバーみたいなのがほとんどついてるんですよ、うんうんうん、僕なんかついてなくて、
めっちゃ巻き込みよるんですよあいつ。うわ、つらあいつ。で、過去にもう今5個ぐらいズボン破いてて、えやりすぎでは。マジで分かってんのに、うん、ヒラヒラしたズボンとか履いちゃうと、履きたいよね。分かってんのにやっちゃうんですよね、最近買った2回目に入ったズボンをやっちゃって、リアルダメージジーンズ、えリアルダメージジーンズを買っちゃってるでしょ。自分で作り出せる。いやいやいや、ダメージは膝とかやからいいけどもう裾の、もうその端のとこやから、しんどい。え、それ絡まって転ぶとかないんですか。はなくて、もう止まるんよね、グッて。あー、え、それいいですね。でも坂道とかもしも絡まったらもう、いやもう終わりやね。でもピョーン、か、もしくはもうビリッていっちゃうか、うわーしんどい、切り離しちゃうか、えぐっていう、うっかりやらかしはいっぱいあります。アイシャの、はい、アイシャにうっかりしちゃってます。大変だ。絶対チャリ変えた方がいいですよ、じゃあ。絶対変えた方がいい。なんかつけた方がいいんやけど、うん、つけよう。うん、でもかっこいいんで、つけない方が。あ、そうなんだ。こういう系ですか、この。あ、そうそう、前のめり系、こういう系。なるほどね。高いやつだ、うん。もらったやつ。あ、もらったやつ。はい、わ、いいの。いいな、自転車、自転車僕、はい、やっぱり脱線しちゃっていい？いいよ。自転車僕盗まれたんですよ。いつ？もう、いやでも言うて1ヶ月、2ヶ月前ぐらい。え、最近だね。最近。しんど。どうして？ちゃんと鍵もつけてたのに、はいはいはい。盗まれたんですよ。なんで？わかんない。かっこいいやつだったの？まあまあまあ、ちょっと早いやつ、うん、ちょっと早い、ちょっと早い、それは小際やで、自分の小際やで、自分の小際やで、速さは、あ、そっかそっか、頑張る、ちょっと早いやつね。僕自転車漕ぐの早いんで、うんうん、でも、そう、それは4年ぐらい乗ってたんで、あ、しんどいね。そう、愛車が、うん、楽しかったっていう話。見つからず、うん、見つからず。名乗り出てください。やばい、いるかなずっと配信でも言ってるんですけどね。言ってるやん、そう、教えてはいって感じですね。どうですか、まみちゃん。まみちゃん同じ自転車で、嘘、失敗っていうよりも大失敗、うん、大失敗、来た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 。私、あのすごい結構ドライアイなんですね、うんうん、で、全然人がいないところでちょっと目つぶったうちに、うん、思いっきり壁にゾゾゾゾゾって行って大量出血して、やばやばいやん、怖い。で、うん、もう帰って、うん、ごめんなさい、学校休みます。うわー、やばー。どんな感じで怪我しちゃったの？もう今あと残ってるんで。残ってるんや。そう、残っちゃって、やばい、ららら、めっちゃ痛かった。もう人生で一番多分骨折よりも痛かったと思う。うわー寒気するわ、ね、本当だね。自転車ボーっとする、自転車ってボーっとしちゃうじゃないですか。うん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 、わかるよ、めっちゃようやっちゃうもんね、うんうん、車、僕思いっきり止まってる車にバーン行きます。それはやばいって、それはやばいって。その時一番なかったけど、まあでもそんな気づいてなかったですけど。いや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 まあまあまあ、そこ主観主観主観よ、セーフかなって感じでしたけど。いや、はい、うっかりしてますね皆さん。みんなちゃんとうっかりしてるね。ねちゃんとうっかりしてる。乗り物うっかり、はい、乗り物うっかりでしたね、はい、乗り物うっかりタイムでしたね。すごい、はい、いやいや、じゃあなんかもう一個ぐらい、もう一個ぐらいいきますか。はいはい、ちょろちょろっと、ちょろちょろっとね、ちょろちょろっと、ちょろちょろといきますか。はい、じゃあ僕の方からいいですか。はいはい、ですね、人生、あ、これいきます。人生最大の大勝負、人生最大の大勝負、はい、大勝負、人生最大級の大勝負、はいはいはい、何かありますか。まあ、生きてますんでね、僕らも人生、はい、何かありますか。じゃあ僕あります。あ、ひなたくん。僕はですね、サッカーを一応17年、18年やってて、うん、16歳から一人暮らしなんですよ。へぇー、はいはいはい、親元離れて頑張ったのが、まずそれが大大勝負かな、まず人生、うんうん、確かに。いや、16歳で、すごいよね、朝も一人で起きれなかった少年が頑張って、うん、感動的な、ちょっと感動的なちょっとそうで、全国大会とかそういうちょっと強豪に行きたくて、うん、頑張って地元を離れて、うん、結構違う地方、よく行ったよね、それ、マジで頑張った、よく行ったよ、うん、って感じですね。すごいね、最大やね、うん、最大。ご飯も自分で作ってみたいな。まあ一応、朝夜は出るんですけども、昼とか、うん、まあとか、まあ、オフの人が自分で作ったりして、うん、あーすごいな、うん、頑張った。結構料理男子でした、昔の方が。なるほどね、うん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 、いやすごいって感じですね、僕は。へぇ、みんな大勝負か、大勝負か、難しいな、大勝負。むしろね、どれを最大とするかね。確かに、うん、勝負はしてきたけど、勝負はしてきたけど、してきたよ、してきた、本当に。そう、じゃあ僕、じゃあ言っていいですか。もちろん、はい、それで今ちょっと喋りかけます。大丈夫、僕はあれです、大学受験。おですね。でも普通の4大に行くか、うん、ちょっとデザイン系の大学に行くか、うんうん、こうすっごい悩んだ時期があって、うん、そう、普通の大学選んだんですけど、うん、まあ、そこかな、多分その分岐点みたいな。へぇ、うん、もしデザインの方に行ってたら、もう多分今そっちになってるかもしれないし、うん、なるほ
普段絵描いてるんですもんね。そうそうそう、絵描いてて、そっちも行きたかったんですけど。なるほどね。そう、そこが人生最大かなの大勝負、はい、大勝負しました。なるほどね、はい、よし大学行こうって。そう、でも大学のその面接とかで行ったんですけど、うん、それもなかなかやらかしたんで、えうっかり、まあ、すごいうっかり大勝負気になる。そこまで、そうか、うん、めちゃめちゃ大勝負あるんですけど、まあ、うん、時間もね今日はあるので、めちゃめちゃ気になるね。はい、大勝負したんで、うん、じゃあ次、次どうする、どっち行く、いいですか、どうぞ。いいですよ。なんかめっちゃそんな大勝負かわかんないけど、うん、絶賛今家で虫と戦ってます。どういうこと？大勝負や。ガチ勝負や。田舎すぎてカメムシとかが多くて、つら、カメムシつら。なんか一回こう、うん、カメムシ、そう、靴下を干してて、うん、それ取るじゃないですか、うん、履いてて、なんか痒いって思ったら、うん、こう片方から出てきて、やばカメムシが辛すぎる。それなんか自分の靴下臭いのかカメムシが臭いのか分かんなくなった。カメムシだよ、カメムシ決まってるじゃん、ね、アイドルの靴下が臭いわけがない。アイドル、アイドル、うん、ない、そういうの、もちろん、もちろん、もちろん、もう分かってますよ。フルーティー、フルーティー、はいはい、でもまさかのもう片方にも入ってる、もう本当にすごい、めっちゃいる。もうだから好んでるんやろね、カメムシが。どういうこと、もう好んでる、アイドルね、好んでる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 ってどういうことね。どういうことね、コロコロコロ、よかったよかった、気持ちが違う、違うんですよ、はい、カメムシね、はい、カメムシ大阪で大量発生してましたからね。あ、そうなの、うん、そうなんだ、それ分かった、やばいね。両方辛いね、カイ君震えてるもんね。虫大好きなんで、僕虫大好き。あ、そうね、あ、じゃあカメムシもないっす。あ、いけるいける、もうそれはもうお手の物、お手の物、はいはい、いや全然大勝負ではなかったけどね、うん、どうにか退治しようって、もう家に入ってこないでって。なるほど、なるほどね、そういう勝負しようってことか。それはすごい、なんで来んだろうね、そんなに、ね、本当に、うん、すごすぎる、うん、やだ。確かに大勝負、お勝負ね、あるよ、はい、まずは2018年に私ビールの、プロモーションユニットにチャレンジした、うん、それで、まずはネットで投票があって、はいはいはい、でネット投票で8人までに入ればまずメンバーに入れるんだけど、うん、8人目に入ったの、ギリギリ。そうで現地で、ね、投票で1位取ればグランプリだったの、うん、でもこれはもう私は飲みまくって乾杯しまくって、そうビールに投票権ついてるから、うん、知らない人にアタックしようって言って、ね、私人見知りだから全然喋れないんだけど、喋りに行って超最高の乾杯するんで投票お願いしますって言って、すごいめっちゃ集めてグランプリになったの、すごい超大勝負、行動力だ。そうからのこの間ミクチャでミスビアガールってやつやって、うん、それも、うん、もう大勝負だと思って頑張ってグランプリになったの、はい、なった、人生最大の大勝負、2個になっちゃったけど勝った、勝ったでした。いやおめでとうございます。すごい、ありがとう。それはすごいわ、でした、有言実行みたいな、ねえ、うん、そういい結果に終わるのいいよね。そう、よかった、本当に。うわ、そんな、そんな感じです、はい、ありがとうございます。じゃあそれでは、はい、このあたりで、はい、もう一曲お送りします。まみちゃんが所属するジェイドの曲です。まみちゃん、曲の紹介をお願いします。はい、曲振りの前にちょっと画像をご覧いただきたいんですけど、出ますか、どこに出た、はい、ありがとうございます。いつも私たちジェイドとサニーで一緒にライブしてるんですけど、今月からジェイドだけのライブも出演していくようになってます。めっちゃあるね。そうなんですよ、11月12月で暇、赤はまだ調整中なんですけど、はいはい、情報解禁前だったり、うん、いっぱい決まってるので、ぜひ皆さんお待ちしてます。平日もやってます。はい、素晴らしい、はい、と19日は目黒のスタゴ屋にてサニーのさくらななみちゃんの14歳の生誕祭がございますので、14歳、もうこの間生まれたよ ね14歳はこの間だね、若いですよね、すごい。そう、ぜひそちらもライブするので皆さん一緒にお祝い来てください。はい、はい、この後はあ、そう、私ちょっとさっき言い忘れちゃったんですけど、はいはい、渋谷トーキング後にチェキ会もございますので、うん、ぜひ一緒にチェキ取ってください。はい、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。それでは、ジェイドの課題曲でもあった可愛い曲をお聴きいただきます。先日からジェイドの高原つぐみと城田美月が兼任となったサニーバージョンでお届けします。ミラクルガール。
お聴きいただいたのはミラクルガールでした。今日はサニーバージョンでお届けしました。はい、ということでそれでは無茶ぶりフリートーク続きます。はい、次のテーマは、はい、もし宝くじで100万円当てたら、うわー、よいしょ、100万円。はい、みんな大好きお金ばっかり話して、はい、もちろんばっか言うて、お金ばっか言うて、はい、言うてね、お金の話ですけども、はい、100万円ね、みんな欲しいですよね。はい、はい、ありがとうございます。あれ一番元気やん、俺が配るみたいになってなし。あの100万円ね、皆さん当てたらどうしたいかって話なんですけど、はい、どうですか皆さん、あります？私あります。お、まずは身近な人にあの一杯ずつビールおごりたい。ありがとうございます。心の感謝を、そう、あげるあげるあげる。もうさ、みんなでどうせだったらさ、100万円って割とすぐなくなると思うからさ、あのみんなでハッピーになりたいから、そう、みんなで乾杯してから、マイク買って、現実的に。まずはビールから。そう、でマイク買って、あと冷蔵庫買いたい。そう、なんか最近すごいそのミスビアガールの商品とかでビールとかめちゃくちゃ、いただけることになって、多分ざっくりなんか500本ぐらいなんかいろいろ来そうなもの、ビールとかレモンサワーとかが。だからもう専用冷蔵庫買いたくて仕方なくて。確かに入んないですよ。だから今当たったら絶対買う、速攻買う。当たらなくても買わなきゃいけないかもしれないけど、100本はさすがに。え、すごい。そう、だからそういう実用的な使い道と、あとはみんなでイエイって乾杯したい。100万円です。なるほどなるほど、ありがとうございます。うわ、なんかそんなすごいね、500本。そこそこ1年以上だって。そう、飲んで暮らせるね。毎日飲んでます、すごいわ。ちょっとでもさ、そんな、なんか身近な人にビールをおごりたい、はいはい、素敵やね、おっしゃって、おごりたい。ちょ、俺言いづらくなったから。なんでよ、あえて言っていいですか、2番目お願いしていいですか。ひなたくん、100万円もうね、いや、でも今欲しいものはやっぱ買いたい。いやいや、分かる分かる、それそうですよね、はい、何が欲しいんだろう今は、はい、チャリ。あー、そうだね、ここに繋がってくる。ここに繋がってくる。実はチャリ欲しくって、チャリって言っても、分かるかな、みんな道で最近走ってる、もうバイクかチャリかわからんみたいなやつ、分かるよ、あるある、タイヤ極太のやつね。そう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 、ね、あれ欲しい。なんかかっこいいな、あれ。え、あれっていくらぐらいで買えるの？結構しますよ、高いやつ70万とか。わー、100万円でギリだ。ちょうどええな。うん、ちょうどええな。当てよ、当てるか。いや、取られるね、でもまだ。いや、でもそれ取られないように、なんか、あるんや、 GPS もついてるし、おお、なんかもう、もうやっぱ70万ですからね。まあそりゃそうやね、確かにね、バイクと変わらないですから、ね、車いけるよな、70って、ギリ中古の。確かに中古でね、探すもありそう、ね、好きよ。でも自転車愛してるからね。うん、愛してますから自転車クラブ、そうそう。でもさすがに多分そこはチェーンがね、はいはい、極太のね、ゴリッゴリの、ゴリッゴリ、もそんなんもう ズボン引っかかったらもう飛んできますね。はいはい、さすがにさすがにないと思うけど、でも自転車かな、100万円。はいはいはい、難しいな、100万円多分自転車だと思いますね、いや、なるほどね、いいじゃないですか。あとあります、みんな、どっち行きますか。私は海外に行きたいです。おお、どこに？え、アメリカ。あ、いいね、はいはいはい、英語は？英語できないです。できなくてもなんだな。英語どころか日本語から勉強しろって言ったそんな、日本語難しいですからね。難しい、難しい、ね、うん、確かにね。海外か。なんでアメリカなの？やっぱエンターテインメントの本場だから、あら、そう、いいですね、芸能学んで、ダンスとかしちゃって。いや、いいね、最高じゃん。行きたいですね。ダンスどれぐらいからやってる？高校から本格的に始めたから5年前ぐらい。すごい。5年前やって。それでこんなに上、うん、もう本当に上、ね、すごいわ。僕らも教えてもらったり。そうそうそう、僕たち今何ヶ月僕ら生徒か、生徒生徒なんでね、僕ら生徒なんで、はい、教えてもらってます。なるほどね、硬いんですよ、体が。頑張れよ、体がね。はい、それからね、もうそうそうそう、硬すぎて。はいはい、カイコあります？100万円。僕は行っちゃっていいですか？どうぞ。そのハードル上げない方がいいですよ。毎回なんかちょっと自分でやっちゃいますか。いいっすか、やっちゃいますかみたいな、上げます。いいっすか、はい、いいっすよ。いきますよ、はい、猫が欲しいです。猫、
もうニャーニャーじゃん。犬でもいい。あ、犬でもいいんだ。うん、え、こだわりの、種類とかあるの？いや、もうね、なんかちっちゃいのがよくて、こんなんがいいんですよ。めっちゃこだわるやん。いや、ちっちゃ。そう、猫。うん、ちっちゃすぎる。そんなんもう自然に大きくなっちゃいます。うん、最初はみんなこれですからね。ずっと、最初からでかいやついないから。ずっとこんなんがいいやん。いやー、成長してるから。なるほどね。ワンちゃんだったら、ティーカップ、プードルみたいなやつ。欲しいですね。うん。いや、まあ、一人、暮らしじゃないですか。でも欲しいですよ。でも寂しい思いさせないようにしないとね。え、そうですよ、そう、うん、だから100万あったらまあ、うん、その餌代とかね、うん、分けて、うん、でもいいんじゃないですか。犬猫って今どれぐらい、なんだろう、結構すると思うよ。50万とかは、うん、ね、そうか、そんなにするのか。うん、そっかそっか。でもせっかくだったら、保護のさ、あの猫とかさ、ワンちゃんとか出会ってさ、いや、そういうのもいいかもしれないよね、うん、いいですよね、うん、めちゃめちゃいるから。素敵な家族に。ペットは飼ってないんですか、皆さん。昔、あの柴犬と暮らしてたよ。そう、めっちゃ可愛かった。あの柴犬って秋田犬？秋田犬じゃない、柴まあね、秋田犬をちっちゃくして、もうちょっと狐っぽい顔とかにした感じ。あ、そう、うん、そう、お尻がね、超プリティ。プリティ、そう、大好きなの、柴犬のお尻。柴犬も可愛い、ね、暮らしてたことある、うん、私、実家にいますね。おお、そうだ、いいな、そういうの羨ましい。猫？いや、犬です。あ、ワンちゃん。全部犬。あ、全部犬。何匹いるんですか？はい、いや、前にいた犬が亡くなって、また新しい犬飼って、うん、で、おばあちゃん家も飼ってるんですけど、もともと2匹いて、うん、で、いなくなっちゃって、また1匹犬飼って、みたいな。うん、じゃあ、トータル今は？今はトータル2匹です。なるほどね。すげー、羨ましい。ねえ、幸せや。いいな。僕、鳥飼ってましたよ。鳥使いってなんか俺魔法使い一人だけなんか一人だけなんか魔法っぽいやん。ぽい今日ちょっと魔法使い味あるなんかあの杖こうやってハリーポッターちょっと入ってハリーポッターちょっと入ってはい、ということで、ね、終わった、鳥使いの話です。もう終わりっすもん。1個3匹終わりか。3個？ 3 匹。3匹、3個ってやめてよ。いや、猫ってやめて。猫って自分の名前しゃべるから可愛い。なんて名前なの？メロン、一番目マロンちゃん。マロン、はい、次、メロンちゃん。次、レモンちゃん。全部、うん、ついてる。近いやん、まあ、全部近いやん。言い間違えそう。でもまあまあ、なんでなんだっけな、なんでそうなったんだっけ、あんま覚えてないな。うん、そっか。そうなんだ。終わっちゃう、ごめんなさい、聞き直しちゃったわ。インコ同士で会話したりしないんですか？はないかな。そうなんだ。あんまない。こっちから喋りかけると喋ってくれるけど、かわいいね。あと機嫌がいいと喋ったり。機嫌がいい、機嫌あるやん、やっぱあるやん、機嫌が、受け沈みがって感じですね。なるほどね。はい、ということでね、それではもう一曲、はい、お送りしていきたいと思います。これもジェイドの曲でございます。まみちゃん、曲振りを。はい、次の曲は今年の夏のワンマンと東京アイドルフェスティバル、うん、ティフに合わせてリリースした曲で、いろんなフルーツのカクテルをイメージした爽やかな曲です。ジェイドの最新曲で、スイート&サワー。晴れ晴れエビデイ、ずっと探す彩る世界で Follow me dance, follow me dance。 おはようでベタなステップと甘酸っぱいカメリー、出しちゃったんだ、吐いた声が愛を奏でる。あなたとエビダンずっと交わしてた夢見る世界で Follow me dance, follow me dance。 さよなら伸びたのスイーツは風香るラズベリー、嫌になっちゃった溶けたクリームが淡く焦がれた。それは素敵な恋愛模様で、トゥイスこの瞬間、トゥイゴいつだって始まりは CSO。 何度も何度も踏み出す未来のステップで、あなたとつながる空にフォーピア触れ合う手と手、縦に日が差し込んで、あなたに伝える想い、セブンデー。
冷めないでエビシンずっと笑ってた見上げた世界でフォローミーダンスフォローミーチャンスお決まりのギターのフレーズと甘酸っぱいストロベリーどうしちゃったんだブーケのトスが愛を奏でる二人でエビでずっと叫んでた触れ合う世界でフォローミーダンスフォローミーチャンスくたびれたブルーのスカートは強がりなブルーベリー嫌になっちゃったついた嘘が不意にこぼれたこれは切な人生のようで不意せどんな時も Do you know特別な出来事は See and so いつかいつの日か駆け出す未来のステップであなたと重なる先にポピアップ運命のジャムは何やむこと知らないであなたに届けるいただきましたのはジェイドでスイート&サワーでしたということでそろそろエンディングに向かいたいと思います、はい皆様からの告知などはい皆さんたっぷりあると思いますけどはいどうしますか、はい、じゃあか私からはい行きますお願いします、お願いします桜さなですザ・ビールズというあ画像もありがとうございますザ・ビールズっていうバンドやってるんですけど、うん今月の11月15日でなんと13周年を迎えますすごいありがとうございますということであのいろんなところでライブさせていただくのであの全部言うとあれなのでまたザ・ビールズで検索していただければと思うんですけど、はい来週かなから、ツアーが始まりまして11月16日が野方よしみ商店というところで、ライブそして18日がクラストビレッジ西小山というところで投げ銭ライブ、うん、そして、その次11月22日名古屋ハートランドにて、ビビビビールズというイベントをやらせていただくんですけどそこは普通ライブハウスっておかわりビールとか600円なんですけど、うん、そこだけは私の冷蔵庫から300円で販売してますので冷蔵庫からやばいでしょそう私が冷蔵庫から販売してるんでご興味ある方ぜひという感じでそしてもう一個だけ伝えておきたいのが11月23日木曜日祝日横浜中央市場にて寿司居酒屋大黒屋でお寿司ライブやります、うん、お寿司なのお寿司、ね、お寿司ライブお寿司ライブお寿司お寿司食べながらライブ見れますので、うん、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです、うん、はいありがとうございますよろしくお願いします名古屋のハートランドってもうそのハートランドっていうビールの名前が、うんそうハートランドで隣がスペードボックス、で上がダイヤモンドホールすげえそしてクローバーハウスっていうお店もあってトランプになってますそうあそういうことかそうでもハートランドのビールのハートランドの意味もあるのかなうんなんかありそう、うんうん、なるほどありがとうございますはいはいはい、ついてじゃあ私、はい、告知させていただきます、はい、ダンサー&ボーカルグループジェイドで活動してます原賀ですよっと今週末、今と画像出してもらったんですけど今週末は明日11日土曜日にアイドルステージ新宿でライブを行います昼頃から昼過ぎからですね、うん、ありますのでぜひ皆さん来てくださいと今年のジェイドはワンマンライブ含めて延べ80回場以上すごいうサニーと合わせると100回100回1回100回を超えるライブ出演してきました
ジェイドとサニーの年内は残り延べ20回以上、20、30以上あるので、うん、ぜひこちらも皆さん来ていただけると嬉しいです。はい、素晴らしい、はい、すごいな、素晴らしいな。だって3日に1回でしたっけ。そう、3日に1回ぐらいね。いいよ、すごい。基本土日やって2公演だったりみたいな感じですね。1日1公演とは限らないの。そういうことなの、ね。うん、はしごするみたいな、はいはい、うん、すごいよね、はしごっていうの。すごいな。そう、ぜひ、はいはい、皆さんも絶対楽しいステージにするのでお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次僕の方行かせていただきますね。はい、明日10位、あ、これごめんなさい、これまた別、もう一個次言うんですけど、あ、はい、これ、あ、俺だ、さっきの、すいません、11月11日、はい、明日に、はい、みなとみらいの、ラーメンのイベントに出るのと、いってらっしゃい。はい、行ってきます。で、こちらが、1月の舞台ですね。1月の10日から14日の間、悲しき天使という舞台に出ます。はい、大阪のお話になるので、はい、僕はなんていうのかな、ね、はい、なんていうんですか、愛着のある関西の話なので、関西ですもんね、はい、ぜひね来てほしいなと思います。はい、1月です、1月で、これから稽古するので、はい、皆さんも、ね、見に来てください。はい、よろしくお願いします。舞台自体は何本目、まだ2やね、2本目、ぜひぜひ皆さん、はい、池袋ですよね。はい、池袋です、お願いします。はい、あとラスト僕のはいやつだと、舞台恋愛ラビリンス、主演で主演、はい、主演で舞台やらさせていただきます。ぜひね、2024年来年の1月6、うん、6、7、8でやりますので、赤坂チャンスシアターぜひいらっしゃってください。ギリ日程が被ってない、そう、バトンタッチする感じ、そうなんですよ、ちょうど終わってからやります。素晴らしい、ちょっとね、頑張りましょう、僕、ね、頑張りましょう、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいです。あとは、はい、まあ、最近 TikTok をちょっと頑張ってます。毎日5本、はい、4本投稿してるし、すごい、そうなんですよ、毎日投稿頑張ってるんで、はい、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、はい、はい、SNS も皆さんされてますね。そうですね、はい、やってます、はい、配信はミクチャでやってます。はい、はい、なのでフォロー等もお願いします。お願いします。はい、ということで本日の放送はこれまでとなります。はい、皆さん今日は楽しんでいただきましたでしょうか。はい、いけた、いけた、いけました。もちろん、はい、はい、もちろんね、もちろん、はい、で次回放送はなんで、なんもないでしょ、なんだけど、はい、次回放送は、はい、再来週24日金曜日17時からとなります。はい、今日と全く同じ時間です。はい、またサンオフィスから、数名出演させていただきます。出演者は危ないよね、さっきも危ないなと思って突っ込もうかなと思ったけど、まあいいかと助かります。はい、はいはい、出演者は来週番組公式 X より発表させていただきます。ぜひお楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。はい、いいですかね。はい、まだもう少しちょっと時間あると思うんですけれども、はい、どうしましょうか。いいじゃないですか。いいですかね。はい、はい、では番組も最後です。次回の放送も楽しく進めてまいりますので、ぜひ皆さんね楽しみにしててくれたら嬉しいです。はい、詳しくは公式 X でね、お便りや、観覧もお待ちしております。はい、毎回危ないこの観覧って感じですね。マミちゃん、チェキ会があるんだね、この後。うん、はい、あ、そうだそうだそうだ。ぜひぜひ、初めましての方も撮ってくださると嬉しいです。どちらに行ったらいいのかな？入り口？そこの入り口、こう入ってもらって、はい、こう入ってもらったところであるので、ぜひ撮ってください。複数枚撮っていただいた方は、サイン、色紙もあるので、色紙、あ、チェキさん別で、はい、別で、ぜひお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ね、本日も、雨の中ありがとうございました。ありがとうございます。はい、当番組の MC は、夏川ひなた、そして藤森海、ゲストは原賀真美、さくらさなでした。はい、皆さんありがとうございました。ということで、それではまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。 バイバーイ。